さい。ここは FM 横浜内にある架空のアパート空間、横浜レディオアパートメント。月曜日から木曜日までアーティストたちが DJ を務め、いろんなコンテンツでお送りしております。月曜日はワッチのドア開いてます。火曜日は竹戸敦樹のずるいよラジオ、木曜日は片平里奈の片言ラジオ、そして水曜日がサイペレス上野と遠藤舞のベイドリーム。ここ横浜はみなとみらいからいろいろ発信していきたいと思っております。というわけで今夜のメニューを紹介したいと思います。お願いします。まず10時20分頃からはゲストコーナー。今夜のゲストはスタダラッパーから坊主さん、後々いろいろ聞いちゃいたいと思います。それから10時40分頃からはビートたけしによるオールグッド何かミックスをお届けします。たけしさん、今日のミックスは何でしょうか？今日はスチャダラパーミックスをします。お、さっき心臓に手当ててましたもんね、たけしさん。ハードル高いぞ。なんか、はい、緊張して、緊張しますね。もう胸がキラキラしちゃって、はい、キラ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 ドキドキしちゃって、はい、楽しみにしてます。そして11時からはニュース23、キャスターの上野恭介氏が数ある世の中のニュースから毎回今気になっているトピックにフォーカスし、歯に衣着せぬ物言いでそのニュースを切っていきます。先週お休みだったので、はい、すみません。週間ぶりのニュース23です、はい。そして今夜はこのお部屋にスタダラパーから坊主さんをお迎えして一緒にお送りしたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。坊主さん、あ、もう呼ばれたんだ。あ、なんか普通に LINE とかやってた。ごめんなさい、坊主です。おさん、いらっしゃいました。いやいや、来ました来ました、スチャダラパー。家の感じなんだね、これね。そうですね、どうもダラダラしてると思ったからね。横浜レディオアパートメント、ね、リラックスしてますね、はいはい、いいですね、いいですね。何回かあの怒られたことはあります。あ、そうですか、はい、家みたいになりすぎだっつってお前らの家じゃないんだぞって家だっつったじゃんみたいな。そうそう、まさにその開始したっすね。本当だよね、ファックスに対して怒ったことあります。マリちゃんは、坊主さんとは、あのバカリズムさんと一緒に、バカリズムマン VS 怪人坊主の、はいはいはい、あのあれ フィギュアっていうか、ガチャガチャの、はい、ストラップ持ってます。あ、持ってます。持ってます。あれがね、あの、うん、バカリズムってすごい、その前に、はい、あのほら、トツギーノってすごい流行ったでしょ。あれのガチャガチャがめちゃくちゃ売れて、はい、その会社の人はもうこれはいけますよっつって、うん、バカリズムマン対怪人坊主、あれ最低ロットがね1万個とかなの、あの1個につきだから6種類で6万個作ったんだけど、5万9000個余ったっていう。1000個しか売れてないんですよ。だってあれすごい、なんかクオリティもすごかったのに、めちゃくちゃよくできてたんだけど、ね、もう始末書物だったって話ですよね。設計会社超大変ですね。何種類欲しかったな、プチ情報ですけどね。それを持っていた変わり者の人っていうことですね。大事にしてますよ。もっとアイドリングなんだよ、ね、アイドリングね、直系なんで、直系だよね、まさに直系なんで、はい、はい、タケシはね、もう、はい、もう緊張してみて、はい、以前あの、はい、挨拶させていただきまして、ビートくんね、はい、でも何回も言ってんだけど、はい、名前がダメ、名前以外は最高なんだけど、その時も怒られるよって言われて、そうなんだよね、すげえ嬉しかった。この名前でよく堂々と名乗るよね。本当に気づいたらね、はい、3年ね、立とうとしてるから、ね、そうですね、え、もうその公共の電波を使って、ね、どうせだったらちょっと怒られるとこ、怒られるまで。ダウンタウン浜田ですって言ってるの一緒だからね。意味はね、意味一緒ですね、こんな3人ですけども、はい、お願いします。よろしくお願いします。そしてベイドリームでは毎週トークテーマを設けてリスナーのみんなとも楽しく話していきたいと思っております、はい、今夜のメールテーマはこちら、ヒップホップの嘘と本当。日本語ラップのレジェンドスチャダラパー、そして我らがレジェンドオブ伝説サイプレス上野、伝説の2人が揃う夜、ヒップホップの裏から表まで話しましょう。例えばラッパーはやっぱりラップで挨拶すべき、ラッパーの人たちはもしかして国語の成績がいい、正直ラッパーと DJ ってどっちがモテるの、 B ボーイの B を定義してください、あの人たちビーフしてるけど本当の仲は、などなど、ここでしかできないヒップホップの嘘と本当、伝説の2人にぜひぶつけてみてください。まあ伝説なのかもしれないけど、だいぶ端っこの方だよね。だいぶ端っこの方だよ、うん、いやいやいや、坊主さんも伝説ですよ。いやいや、本当ですよ、もう、それをね追いかけてきたら、あの、まあ、坊主さんによく言われるんですけどね、一番悪いその道違うよって言ったって、その道ないよって言ったって、ね、ないよ、うん、ないんだ、よく言われますけど、もう俺も弾けないっすよみたいな、ね、本当にね、この2人伝説2人では答えできますんで、ね、はい、バシバシ、はい、そしてもちろん今夜も特製サイコアステッカープレゼントします。よかった場合は
よっしゃしゃっす。ダメだった場合は勝つだというね、この2択になりますんで、勝つは一緒なんだね、あの勝つと、はい、本家の勝つと一緒です。本家と一緒なんだね。そこら辺がまあちょっと弱いというか、なるほど。僕じゃ あの役割的に張本役っていうことですよね。はい、はい、可能性ありますんでお願いいたします、ね、安打製造機ということで、ね、よろしくお願いします、はい、早速ですが来てますんで、読ませてください。ラジオネーム登場。ヒップホップ系の人は知り合いや友達をブラザーっていうイメージがあるのですが、これって本当ですかということで、まあ、僕は言わないね。最低限ね、上のまま言ってないね。そうです ね、でも周りの方って言ってる。弟のことはブラザーって言うけど、リアルなところです ね、 本当の兄弟ね、兄の、ね、本当の兄のブラザーが親子だし ね、 そ、 うですね。それ以外はねあんま言わないね。あ、今日たまに俺ツイッターとかで、ヨーブローとか書いてますよ。ヨーブローとかね。ヨーブロー。なんかほら、やっぱさ、本家のそのね、ニューヨークの、はい、そのラップみたいなのを真似して面白がりたいじゃないですか。そうですね。だからなんかまあ、あえて感みたいな感じでね。あえて感。ちょっと面白がって、わさ、ようわさ、わさ、ようじとか言ってね。ようじってことありますね。ないけど、本当はね。そしたらでも本当に言ってるみたいな感じになりますよね。ね、こちら側は。そっか、ちらっと見たらね、はい、冗談でこっちはやってても、てそういうことか。本当に言うんだみたいな。信じちゃいますからね。本当ですよね。うん、じゃあ、登場、早速です。これ、よっしゃしゃすか、かずか。どっちでしょうか、坊主さん。これ今いい質問、よっしゃしゃすじゃないですか。よっしゃしゃす、はい、素晴らしいいい質問でございます。今日かなりね来てるんで、面白いですね。ラジオネーム、よっしゃトミー。ラッパーはスキップが得意、リズム感があるからバッチンですよねっていう。あ、体の動きってことか。ですかね。でもさ、ラップやる人でもダンスが苦手な人はやっぱりいますよね。全然いますよね。いますよね。両方できるタイプもいますね。体も口も軽やかというか。じゃあそこが必ずしも繋がってると限らないよね。ダンサー系から来る人とね、やっぱ全くの文系のタイプといるから、ね、はい。別に運動なんか全くしてなかった人なんか全然いるし。いるね。皆さんは踊れる人たちですか？僕も全く踊れないし、ヌーノも踊ったことないタイプかな。ちょっとだけやってた？やらなきゃいけない状態になってやったことありましたまあそれは要するに自分で意思ではないっていう。そうね。そうだね。たけしは、うん、俺は全然ないっすね。たけしさんも踊れなさそう。踊れないっす。まあこっち側の僕らの系統の人あんま踊る人いないですね。そうなんだ。ね、ダンス出身って感じは全くない、うん、ないね、3人なんで。また別ジャンルなんで。そうですね。そうですね。なんでまあこれね、リズム感ね、バッチリじゃないということで、うん、ね、じゃあ。よっしゃトミーにはじゃあたけしから、はい、勝つだ厳しいよね厳しい質問はいいじゃないですか。質問はいい質問はいいじゃん。菜の原バファローズ、嘘か本当か分かりませんが、昔ラッパーはおじいちゃん子おばあちゃん子が多いと聞いたことがあります。なぜかおすすめですが、それ本当ですか？あ、でももしかしたら、はい、ムロ君がおじいちゃん子ですごく、はい、でおじいちゃんってラップしてたことあったの、なんかおじいちゃんのことを尊敬してて、はい、だからっていうのあるかもしれないな。そうですね、割と印象的な曲があったんですよね。ムロさん、そうですね、おじいちゃん子だったんだって。すごくあれですよね、あの実家がガソリンスタンドでとか、そういう詳しく言うとね、詳しく言うとそうなんだ、結構そういう、それの印象にパッて思ったの。そうかもしれない。そう、やっぱムロさんが感謝ラップの第一人者感はあるんで、そうで、それでなんかこう伝説を生んじゃったんじゃないかな。あ、じゃあやっぱりみんなおじいちゃん好きなんだみたいな、だっていうのが。でやっぱそのニューヨークとかのあのラッパーとかも、うん、はい、あの家族は大事にしろよっていう、まあね、その繋がっちゃったのかもね。で一緒になったっていう、うん、これすごいいいですね。どこで聞いたかを知りたい。じゃあナノハナバフォローズ、どこで聞いたかを、あの送ってくれたら、うん、あのよっしゃしゃしゃ、ね、うん、誰に聞いたか、はい、うん、じゃあこれはとりあえず保留で、うん、保留で。じゃあ、曲に行きたいと思います。今日のトークテーマ、ヒップホップの嘘と本当、ガンガン送ってください。ナノハナバファローズもぜひね、うん、あのデモと送って、ね、お願いいたします。じゃあ続いてのナンバー行きたいと思います。これ配信だけでですけど今話題になってるんでね、あのヒップホッパー、ヒップホッパー、ヒップホッパーですよ、はい、ヒップホップの曲かけたいと思います、はい、ケンドリック・ラマーで愛。Tribulation, but I know God. Satan wanna put me in a bow tie. Pray that the holy water don't go dry. Yeah, yeah. As I look around me, so many, many, many wanna tell me, but an amigo never drown me. In front of a dirty double mirror, they felt me, and I love myself. The world is a ghetto, but God's a big guy. I love myself. What you gon' do? Lift up your head and keep moving. Keep moving.
won't let the paranoia haunt you. Peace to fashion police, I wear my heart on my sleeve, let the runway start. You know the man's about to love company. What do you want from me and my scars? Everybody lack confidence, everybody lack confidence. How many times my potential was anonymous? How many times the city making me promises? So I promise this, I love myself. The world is again on me, guns and dickies. I love myself. But they can do what they want whenever they want, I don't mind. I love myself. And a bomb in the street, and a gun in the hood, and a mob of police, and a rock on the corner, and a line full of fiend, and a bottle full of lean, and a motto on the scene, yep. These days of frustration keep y'all on tuck in rotation. I duck these cold faces, post up, feed 5-4-4 faces. Dreams are reality's peace, blow steam in the face of the beast. The sky can fall down, the wind can cry down, the strong in me, I still smile. I love myself, the world is a animal, big guns and kick your ass. I love myself. さあお送りしている曲はケンドリック・ラマー「愛」、めちゃめちゃ、まあ、これもとっくに出てたんですけどね、このアルバム自体が今あのバーって出てて、うん、iTunes とか iTunes だけなんだけど、本当に今常に1位にあるような感じなんで、あの本当にもう今期待の若手とかを超えて、もうヒップホップの希望ですね、うん、なんで希望ですね、あの俺が言うのもあれですけど希望ですねそんな感じでございます、サイプレスとエンド・マイ・ウィズ・ビザージュのベベベイドリーム、まだまだ続きます。エンドマイのベイドリーム、時刻は10時24分です。横浜レディアパートメント、水曜日はベベベベイドリーム、 FM 横浜からサイプレスエンド、エンドマイとビートたけしで、本日はゲストにスチャダラパーから坊主さんをお迎えしてお送りしております。はい、お願いします。坊主です。まずは坊主さん、6年ぶりのアルバム「ワンツーワンツー」リリースおめでとうございます。ありがとうございます。いやね、今年で25周年はい、してこのアルバムということで、ね、久々にね、アルバムという形にしましてね、今までは会場、はい、会場限定インディーズみたいな感じでね、はい、ちょっと5年くらいそれ面白いかなと思ってやったんですけど、まあ、まとめてみてね、まあそれはそれで全然また評判が違って、はい、あの特にね、あのライブで行かないような地方の人は、はい、やっと買える CD 出してくれましたねみたいな別に無視してたわけじゃないんですけどなかなかね、いやけどそうですよ ね、ちょっと活動してない的に見られるじゃないですか、はい、作品がないと、うん、けどあのね、3000というあの会場限定とかとかね、いろいろやって、 あれ全部あのスタンプ自分で押したりとかね、なんかほら手作り感あるもん売ってんのが面白いのかなと思って、ここ数年はなんかそういうのやってたんですけど、まあなんかね、普通にテレビ出たりするのもいいかなと思ってキャンペーンしたりとかね、今年は。いやもうバリバリもうテレビで、ね、見かける見かける方というか、うん、いや面白かったです。大阪キャンペーンとかも久々に行ってね、そういうのもたまにやるといいかなっていうね。そしてあれですね、この中入ってる後でもかけさせていただきますけれども、はい、テレビ東京でもあの、うん、山田孝之の東京都 北区赤羽のテーマソングもやっていたりとか、うんうん、あとゼルダの伝説 CM ね、やらせてもらって、ゲームボーイズ2これ流れた時やっぱ衝撃受けましたね。 2? あの2があのあれみたいな、そうね、ゼルダのやつ ね、はい、またやってんだみたいなね、またやってんだ、子供の時見た人がもうだいぶおじさんになってるっていう多分自分たちがそういう感じ、そうだよね、そうですよね、小学校の時に見たものがまたテレビあれみたいな、二十何年経ってますから ね、ゼルダもね。そして、ワウワウの NBA バスケットボール、はい、14、15シーズン、テーマ曲をね、恋のペネトレイトも、僕バスケ大好きで、はい、ラップも大好きで、なんかアメリカだとそれ普通だと思うじゃん、はいはい、バスケとね、うん、ラップとか、そうですね、地続きっすね、日本超少なくてその接点の、はあ、空集合の間の人が、はあ、ラップ好きだけどバスケは嫌いみたいな、そうなんですよね、なんか NBA 見るけどラップあんまりとか、自分とかなんかちょうどあのドリームチームだったんで、うんうん、やっぱりそっからヒップホップ知ったみたいな、マイケル・ジョーダンとかね、はあ、あとスパイク・リーと CM とかさ、だからそういう人にとってあれなんですけど、でやって夢が叶ったみたいな感じで、NBA のその試合に行ってね、はあ、あの日本でやるときに僕らの曲がかかるっていうのは、やばいっす、もうね、ずーっと言ってたらやっとやらせてもらった、素晴らしい、すごい素敵、素敵でございますよ、うん、そういう曲がいろいろ入ってます、はい、ワンツーワンツーでございますけども、ライブが、スチャダラパー25周年記念華麗なるワンツーということで、東京公演が4月11日土曜日、15時45分開場で16時半、開演でございます、うん、場所は日比谷野外大音楽堂、はい、
これね、地元横浜の方たち、はい、横浜がちょっと外れた人たちもそうですけど、うん、東京の日比谷屋もってちょっと遠いの、あの横浜から見ると大人になって近い言い方を発見しました、うん、ついに、それついに遅いわ、あの、うん、自分、あの、まあ、あれですよ、本当に前の前のアルバムで歌ってますけども、はい、あの三品キャンプと大エルビー祭りがあって、うんうん、ね、日比谷屋音でね、俺は大エルビー祭りがちょっとテストがなんか重なってて行けなくて、うんうん、三品行ったんですけど、その時初めて夜音に行ったんですけど、うん、初めて行ったんだ、もう東京の地下鉄の行き方なんか分かんない、いや、ややこしいね、確かに、もう B-boy とすごい目がこうやって睨み合ってるんですけど、うん、お互い多分不安なんですよ、どこでどこで降りるか分かんないですよ、迷惑っぽいみたいな、ってんだろうな、そのダブダブした人がみんな間違って行っちゃうみたいな、降りたと思ったらそいつも戻ったから、そ後つけて戻るみたいな本気で、かわいい話だね、で、そういう経てついに何がいいかって言ったら、あの横浜のね、はい、外れ、特に JR を使ってる人とかは、うん、新橋で降りて、うん、タクシーでみんなであの割って乗ったら近いから、対応して、あの地下鉄の金と変わんなくて行けるっていうから、ついに見つけたんですよ、おっせーそっか、新橋まででいいんだ、そうです、すぐ着けるんですよ、はい、なるほど、だからこれみんな実践してもらいたいなっていう、あ、それ一気にハードル下がるかもしれないね、そうです、もうすぐ行けますよこれ、だからね、もしこれね行きたいと思ってるやついたら、うん、あの段ボールとかで夜音までって書いてくれたら俺とかいるかもしれないから便乗して便乗してぜひね、そうか、自分的にやっぱ遠かったんですね、いや遠いですね、やっぱ地下鉄乗り換えっていうのがやっぱ俺たちみたいなね、そうですね、分かんなかったっすね、ちょっとハードルが、ハードル超高い、高超高い、全然分かんない、今みたいに携帯で分かんないんで、そうだね、今分かっちゃうか、今分かっちゃうんで、そうか、乗り換え一番分かったのやっぱ新橋が便利っていうことで大人になってから、いいですね、いい情報だね、でぜひね皆さん、あの来てください、僕からでも行けるってことが分かったんで、ね、ぜひ行ってください、もうライブもう なんていうか、もうライブ俺がもう言うなんかおこがましいですけども、最高中の最高なんで、特に夜音は気持ちいいですから、夜音超最高っすね、最高ですね、これちょっとあの次の曲を、あの次の曲をかけるときにこの熱い気持ちを俺語りたいんで取ってきますんで、早速ですけどワンツーワンツーから、曲をかけさせていただきたいと思います、じゃあボスさん曲紹介お願いいたします、はい、お願いします、ジャダラパーで中央平凡パンチ、レベゼン、あそっからここいらへん、マシンから適度な BPM、 オーディエンスいるならイエーとイエー、燃え尽きたわけじゃねえ、奥の方かっか残る火だね、探してる爆裂するきっかけ、あの素晴らしい日々を Once again、 そろそろもうほぼボット、もうちょっと無自覚そうだね、あーくんとかたーくんとか頂上のみたく輝け、触れたいマシュマロ透明肌ノージョーク、美学酒場でダバダバダシュビドゥビドゥバゲン生握る直に裸で、サチサチワダチはみ出し、またサチサチ涙ね駆け出し、等身大だの想定内の展開を打破したい、この商店街の先に絶対奇想天外な出会い、片手に行くバクカのマネ、心に花束たまに校内園、キャッチザビー猫背に人生、侍ではないうちの祖先、骨の髄まで中央平凡パンチにかける中高のエピソード、エピローグまではまだ相当あてどないモヤモヤと焦燥、重ねたキャリア放題マジか戻れないゾーンコースター、少し衰えた三半期間、ルーキー以上ベテラン未満、時間を戻しても一度ビリーブ、ベーシー小波すげえ好奇心、明日こそ違う自分に会いたい、アスファルト蹴り街を徘徊、サーチサーチわだち編み出し、またサーチサーチ涙ね駆け出し、等身大だの想定内の展開を打破したい、この商店街の先に絶対奇想天外な出会い、自分探し出がらし恥さらし症状を自覚するだけ、横1、2個1、5個1、高濃度漏れてるままだね、まさかね、いわく堂々と茶番、もう臨界もうちょっと我慢たまらんね、気張る今日もここのとこもそういうモード、
われてる賛成反対いつも割れてる遠くにずれてる懐かしがってる分かってる開き直ってる流れた過ぎ去ったもう彼方でもあの頃の今もままだぜままだぜままだぜそうさなひょうひょうと磨く朝までサチサチわだちはみ出しまたサチサチ涙目駆け出し等身大だの想定内の展開を打破したいこの商店街の先に絶対奇想天外な出会い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 さあお送りしている曲は本日のゲスト坊主さん、が率いるというか、ね、率いてないリーダーは進行なんだよ ね, そうですねリーダー進行スチャダラパーで、中央平和パンチ、はい、これが先ほど言いましたあの山田孝之の東京区北区赤羽の、うん、テーマソングになってますね。ね横浜の人からしたら北区なんてね赤羽遠いと思うけどう、ね、赤羽遠いと思うんですけど京浜東北線乗ってたら着くんですよ。着くんだよね意外と近いんだよね本当にみんなイメージで遠いと思わないで、ねね、思わないでって言って東京の人は横浜を遠いと思わないで、うん、ね意外と近いからはい、ね、意外と近いですそして、ね、そういう風に俺が見つけた日比谷の野音までの一回で見つけてから、うん、スチャダラパーのライブを見て次の曲ね俺が決めさせてもらいましたぜひかけたいというぜひぜひぜひこの曲本当に野音がもう夕方ぐらいの光から超気持ちよくてもう酒を飲みすぎて、うん、まあ大体サマージャムとかで何回も泣いたりとかして本当に今日来てよかったっていう気持ちをみんなと分かち合ってる時にこの曲がかかって、うん、マジでこの人たちクソかっけーなっていうのをリップスライムのりょうじくんと本気でヘッツ目線でクソかっけーなこの人たちっていう本当やだなっていう気持ちになった曲をかけさせてください、はい、スチャダラパーでザ・ベストフレッシュな出会いにいちいち変動16ビートのスーパーエヌテンドーロムカセットは超ダイレクト電源オンでコンマ数秒メンツさえ揃えばほぼ一緒ひたすら棒待つ万年どこペレストロイカの波届く6畳ロンで揃えた DJ セット張り起こし紙レコードジャケット高つくで気取るビーストゴースト BPM なら90前後今夜は控える音量三食飯付き家賃もゼロ残高数万移動は電車携帯できない据え置き電話どうしようどうしたいどうもしないイカフライをかか弁当を話題好物だったが今じゃ辛い基礎代謝が失われた世代老化じゃなくこれはアップデート目に浮かぶベターデイズよりきっと今が最高 DSD 今も最高DSD 今に最高 DSD 交換無料聞いてたとよりも今が最高 DSD 今も最高 DSD 今に最高 DSD 締め付けは滅法厳しいけれどいつが最高でそりゃあの時代バリバリ昭和50年代団地の鍵っ子マンモスコイニシャル LO の野球帽まさかり東方 ON 方山田の打率は7割強チャンピオン奇跡の連載人手塚氏東氏山上氏我が資材の死ぬよう溢れる希望コロコロと変わる趣味と思考ファイルダーオンフェードインパンチなくしてなえる超合金ランニングコストは気に数十円味の濃いお菓子でフル充電タミヤより上昇選ぶ勝負人生のゲーム生き残る頭脳倍率ドン超ウルトラドンハンターチャンスタイムショーゴールデンタイムにどこまでやるの親御さん止めても全員集合怒っちゃやよ歯磨けよ風呂入れよ歯ビバノンノン税金払えよ年金払えよ罰金払えよちょっとだけよ今が最高 DSD 今も最高 DSD 今に最高 DSD 交換人形を聞いた過去よりも今が最高 DSD 今も最高 DSD 今に最高 DSD 締
送りしている曲は、俺がヤオンでめちゃめちゃもう食らってしまった曲、ね、スチャダラパーでザ・ベストでした。そして本日ゲストに、来ていただいておりますスチャダラパーから坊さん、はい、先ほどもかけさせていただきましたけども、うん、あのビーアマンという曲ね、一緒にやっと曲作ったんだ、ね、いやようやく、ありがとうございます、本当に。いや面白かったですよね。そうですね、なんかいろいろアイデアからちゃんと相談して、はい、それは一緒にスタバに行って、スタバで、はい、あのスタバで待ち合わせあのちょっと雪の降るそう、しかもスタバのなんか席が巻いてなくて隣に座るっていう状態のカウンター的なところで、ね、横に座って、そこでこうなんかいろいろ柵をノート広げてねってね、はい、考えたんですよね。考えましたね。そして LINE でリリックをやり取りして、そうそうそう、今っぽいですよね。今っぽい、今っぽいね。で坊主さんの受けて俺ももう一回書き直したりとかして、ね、やっぱ俺らもうね、もうまあ既婚者、ここで言うと、はい、結婚しましてね、うん、あの上野も最近してね、はい、あの結婚した男同士の、うん、こうなんか悩みとかね、はい、こういうのあるといいんじゃないのみたいな、ちょっとリアリティのある男になるぞっていう、遅いんだけど、もう言ってももっと早くけじめつけるって話なんですけど、僕なんて本当に40過ぎてね結婚したりしたから、そういうのかっこいいのかけたらいいんじゃないのみたいな、そういう話をしながら、でビートたけしに一番響いてるっていう、一番響いてるっていう、そうですね、あの噛み締めていきます、噛み締めてだから今これを聞いてもらってる、うん、本当に車乗ってる人とかもそうだし、ね、まあ、家にいる人もまあ全部そうだけど、なかなかね、こう男が本当に男になれる時ないじゃないですか、ないんですよ、こううだうだしちゃってさ、実際は全然ないですからね、逃げて逃げてね、バイトでバイトでみたいなさ、そこをなんかもうガッツと行こうよって、行こうよって、そう、もし今ちょっと悩んでる、ね、うん、人がいたらこの曲を聞いて聞いてね、あの後押しになればと、うん、すぐ彼女に電話かけよう、もうすぐ今すぐそういう歌、そういう歌を、うん、あのバックロジック君にあのイメージを伝えてトラック作ってもらいました。そうなんです、ね、これ俺自慢だぜ本当に、バックロジック君はね、はい、あのライムスターとも引き合わせたの俺らしい、スチャダラパーを引き合わせたのも俺だっていう、あそうですか、そうですよ、あそっか、いいですね、実はそういう間に立ってるんだね、やっぱりね、なんか本当にね仲介役みたいな感じで、おせっかいババアみたいなことをやってますけど、本当にこの曲あの自慢の一曲になってます、うん、いや面白いと思うんで聞いてください。4月1日発売のコンドルをねお待ちくださいというか、みんなその日に買えようってことで、よろしくお願いいたします。 CM サイプレス上野と遠藤舞のベイドリーは10時42分になります。横浜レディアパートメント、水曜日はベベベベイドリーム、 FM 横浜からサイプレゼント遠藤舞 with ビートたけしで、本日はゲストにスチャダラパーから坊主さんをお迎えしてお送りしております。はいよ、はいよ、いますよ、坊主です。さあここからビートたけしによる、はい、生ミックス、はい、あ来ました。さあ今日のテーマは何でしょうか、自分の口から言ってください。じゃあスチャダラパーミックスで、わ来たターンテーブルなんですね、しかもね、ちゃんとね、ターンテーブルで、いいですね、はい、でじゃあもう早速ですけれども、はい、もう余すところなくぶっかましてください。ハッピータクシーレッツゴー。両手いっぱいのボム、そしてラブとトゥループ引き連れて深夜過ぎに奴は来る、来るやがやすぐさまマイナーからメジャー、織り交ぜめちゃむちゃな提案、いい塩梅までもったいつけてニューシットチラリにやり、全部プレゼンし終わって幸せ漂わせ、また闇の中へ。 HID のバシハヤシ、オリジナルトレンドまた踏み出し、ぷっかりぷかり煙に巻き巻き込めるだけ巻き込んで、それもよし。ドリフが縁で前面にヒューモアのセンス、ギャグレンジは異次元、黒い体一家に落とすティアーズ、胸に刻まれたアンメグラフレイバー、チルアー求めてダウトなキャツラ、ハングアウト世田谷アニマルハウス、夜な夜なパーティーをオーガナイズ、朝日昇るまで異常な盛り上がり。 HID 伸ばし早し、蝶がつくほどのイベント好き、ぷかりぷかり煙巻き巻き込めるだけ巻き込んで、それもいい。 Come on, come on, come on.
なんかさ、なんか何、何の話、天気さ、天気なんだなんだ、どうしたい、いいとさ、いえ、うん、天気いいと何よ、どっかさ、どっかじゃ全然わかんないっつーの、行きたくなるっつってんの、いえいえいえ、豆兄にびくしゃり、ラブ、いつも覚えすいこと、僕も思うに、そういうことあるよ、しかも不意に、すり革でなんとかバランスだ、もち持ち直し、視線を、よいと上に、マンツーマン、実績ナンバーワン、独自のカリキュラム、うん、鼻で笑うため息漏らす、はあ、さらに文字を探す、使い捨て文明、消費社会、阿弥陀名の雑誌は今日発売、ガタン、いつものカーブを抜ける、また少しスピードを上げる、じっと手を見る、じっと手を見る、意味もなくじっと手を見る、誰かが花をつくる、新聞をめくる、帰ってきた静寂、知らぬ間になぜか一人喋っている、暖かいところに行きたいなり、って言うけども言うけども言うけどもよ、はいそうです、カットは行きますかっての、なにこちゃん、ほうほう、そう来る、君ら、あっそう、お前は少せし黙ってろと、ハゲたことばっか抜かしてんなと、イエイエイエイ、ビートに乗った気分やことあに思うに、それもあるけど本当に行きたくないな、こんな時、あら、カネ、どうしましょう、やだ、洗濯入れないと、しかし滑り悪いわね、この冊子今度直さなきゃ、やるべきことはやる自由人、ただただ何もしない。
任せる人、明るくて活発な人、明るくても不発で終わる人、行動がヒューマニスト、言動がまんまマルキスト、ビシッと決めるとこ決めるやつ、バッチリ決めてても外すやつ、竹終わったような性格、竹終わるような生活、週末仕事を忘れるやつ、終始仕事を忘れてるやつ、みんなが認める人、みんなを認める人、若くしても実業家、いい年こいてまだ浪費か、二足のわらじを履く人、二足ともなくした人、根気のある人、本気伸ばす人、努力する人、お得な人、気にするやつ、飲んで吐くやつ、使えるやつ、使えるやつ、慣れてる人、慣らしてる人、踊る人、踊られる人、目がいいやつ、目がいいやつ、おおらかなやつ、おおまかなやつ、活字中道、ただの中道、すぐ切れるやつ、もう切れてるやつ、月収100万、年収100万、犬が好きだわ、猫が好きだにゃん、この道一本の人、その道すらない人、今を生きる人、暇を生きる人、理想ヒップホップ工場から一身上の都合ファンキーフロー僕も吐き出す B.O. にも蓋ニュースを一層一部上場目指し一部再利用ビートとライムがキモヒント多めに to the B.O. セッション秘密の暗号火曜ファンキーはマイクリーザー AGさあお送りしておりますビートたけしによるスチャダラパーミックス。いやいやいやもうなんか恥ずかしさもありますよ目の前で自分の曲をね。しかもだいぶ懐かしい曲もね、懐かしいし、このそんな褒められなくてもいいですよみたいな、ありがとうございます、もうね、けどなんか自分としたらもうかかってる曲に全て思い出の名場面がハマってて、まあね、若い時に聴いてるとね、蘇ってくるみたいな。特にこのファンキーワードとかは、桜木町の駅で、その時付き合ってた女の子花火大会行くっていうのに、細かいね。そうなんですよ、野毛近道のあそこの地下で、これを聞いてずっと待ってる高校生っていう、いい思い出ですよね、いい思い出の曲ですね。もうこれ聞くとやっぱりちょっと寂しくなるというか全然そんな曲じゃないんだけどね。いや全然そんな曲じゃない、楽しく行こうよって曲なんだけど、曲なんですけど、その時は多分楽しく行こうよって気持ちだったんですけど、そうか、もうこうやって切なくなるよね。普通の人の切なソングとかは違う。いやそうだね、そういうもんだよね。やっぱスチャダラパーを聞いてね、育つとこういう風に曲がってきてしまうという。曲がっちゃったな。たけしも思い出はもう多感な時期に通ったんで、ね、当時を思い出します。いやね、はい、変な歪んでたモテなかった自分を、ね、モテなかった自分を本当に。でなんかこれを聞いてれば俺はかっこいいっていう、もう その信念だけで思い込みでね思い込みじゃないです、かっこいいですから、ね、いやだから道が違うよって、その道ないよってさっきも言ったでしょ先があるように見えてるだけだからね、この道ね。トラベルチャンスとかもあれじゃないですか、トラベルチャンスってね。だからなんか僕ら本当にコントを作ったりするのと同じような気持ちで、ダウンタウンに負けてなるかと思って作ったから、こういう考えで曲多分俺たちはそこまで理解できてないんで、ガキだから、うん、そうか、理解できずに聞いてて、単純にまずLB っていう、モーズさんたちスチャダラパーが中心としたクルーもあれば、雷っていうクルーもあったり、あとライムスターが中心の MC とかもあったりとかしたわけで、やっぱその派閥みたいのがあって、俺は全部好きだったの、全部好きで、だからそれ聞いてて、まあスチャダラパーの曲聞いて怒るやつの気持ちも今聞いたら分かる、分かる、すげえ分かる。ふざけすぎだもんその目指してるとこ違うから、バッファローフローに何としても勝ちたいみたいな、そういう発想でやってるからね。あの当時はもう全部好きだったから、文句言ってるやつとかも本当に何言ってんのこいつみたいな俺の方がセンスあるみたいな、いやいや文句言ってるやつが正しかったね発想としてはね。いやまあいろんな形があるのがやっぱヒップホップということで、そうなの、今日メッセージ来てますんで読ませてください。ラジオネームコーナン区の背番号3、皆さんよっしゃしゃしゃ、今日のテーマですが、僕がヒップホップのイケてる点として、別名 AKA 何なんていうのがあると思います。あれいいね。ただ皆さん、何をきっかけにこの別名を考えてるんでしょうか。レジェンドオブ伝説、緑の5本指、赤目のだるまの時期、大峠ライオンとかブッダブランドしかいねえじゃんこれ知らない人が聞いたら何のこっちゃという話です。この AKA 何々について
お二人に聞きたいですということで。いやブッダはそういうのがかっこよくてさ、そうですね、そのしかもひねらないで、はい、真顔でかっこいいから、もうまあひねってんだけどね、ある種ね、ある種ひねってますけど、まあ大体分かる人にはもうすぐ分かる。で僕らもやっぱ大好きで AK だ、やっぱなんかねメソッドマンとかがさ、はい、AKA トニー・スタークとか言って、はい、分かんないんだけど後で見たら、あそっか実はあれアイアンマンだったんだみたいなとかさ、なんかそういうのをやるの面白いなと思ってね。何別名、変な話だけどね。そうですね、ま、ねその名前があるのにね。坊主さんは AK はだから僕はね坊主だけど、はい、自分のことを坊 MC って呼んでるとかで、坊ってなるのね、坊誰誰みたいなとか、そういうね、シャダラ何菓子って言ったりとか、そうですね、ああいうなんか言い換えて、結局ラップってさ自分の名前を名乗ってるのがほぼ本編だったりとかするじゃないですか。そうですね。俺はそんな曲ばっかしかないでしょ。だからそれをどんだけ面白があるかっていうのが AKA 誰誰みたいなね。なるほど。まあ、前ちゃんだったら遠藤前 AKA マイプル、うん、アズノウンガスってこと、別名それでも知られてます、ね、知られてますね。どんどんあるといいです。坊主 AKA ボックンみたいなね、ボックンとかあるといいです。で今ねあの神奈川のヒップホップで言ったら AKA 使いが一番うまいのはドリップレコーズっていう、うんなぜらがいて、そいつらの AK マジでみんなかっこいい。あ、ほんとよくこんな思いつくなぐらいあるんで、いいね。だんだんあれどんな名前やってるか、うん、元なんだっけみたいなねぐらいになるぐらいあって、全部かっこいいで、基本 AK が浸透したり、あだ名ってだんだんずれていくじゃん、その誰だれっていうのがさ、でそういうののまあね派生というか、結局なんか友達だとオモロマンって言って、定波先生って漫画家いるんだけど、はい、なんかオモロマン、シャシャミンとか何でも名前変わってってね、はい、そうですね。でそれがまあいわゆるなんかラッパーでいうと AK みたいな ね、 ですね、うん、勉強になりましたか。初めて知りました。なんだろうなと思ってたんですよ、どういう時に使うのかなとか、なんかでも大体アイドルの人ってね呼び名がいろいろあるから、そう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 、って呼んでくださいみたいな、そうね、まあ今はそういう風に自分で言うか分かんないけど、エンドマイ AK マイプレーみたいな感じで、あでもその言い方の方がかっこいいかもしれない。かっこいいよね。やってみよう今度。すげえ、コーナー君の背番号さ、こんなねいいテーマありがとうございます、ね、ということで、じゃあマイちゃんからお願いします。よっしゃ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 っ、もう一つぐらいいきますか。ラジオネームレペゼン西区、皆さんよっしゃっしゃーす。自分は今年32歳になりました、うん、若い子でラップが好きだという子に会うとやたらと90年代日本語ラップを知ってるのかチェックしてしまいます、うん、お前ブラックマンデーのリリック全部言えんのかとか、これってもはやうるさい小言ですかね。小言です、これはもう。そういうのね、こんなのもだから昔そういうのをさ先輩に言われて嫌だっただろってことしちゃうんだよ。しちゃうんですよね。もう本当にね、いろいろなことがあるから。いやそれはね、僕らの世代はもっと上の人たちはさ、はい、いやストーンズ聞いてなくて何がロックだみたいなことをみんなやっぱ言ってた、言ったじゃないですかね。でもそんなの今の人は今の人だからさ、今の時代のラップがあるわけだから、ね、それにフィットすることを、ケンドリック・ラマーが真ん中ですから、真ん中にいるんだから。そうですよ、お前 EPM2 のリック全部言えるかとか言われて、ね、いや何の話ですかみたいな感じで、ね、キャレスワンとか知らないよみたいな ね、そういうことでいいんですよ。大丈夫、先輩が言ってるから大丈夫ってことね。これはもう小言ということで、じゃあレペゼン西区は坊さん、うん、勝つ。やった、初勝つ出ました、初勝つ出ました。ビートたけし生でミックス中でございます。音声認識上で流れ込む街の空気、 So fresh, so clean、 浮かぶ立体映像、マイクがルートをナビゲーション、的確な判断示す方向、どこまでも視界は良好、緑のシャワー、動く歩道はソーラーパワー、自動で向かう目的地、自由です。さあビートたけし生です、チャダラパーミックス、お疲れさんでした、はい、ありがとうございました。すいません本当にね。そして11時からニュース23、久々の復活になります、うん、そして坊主さんにもまだまだお付き合いいただきます、はい、こんばんは、時刻は11時を回りました。キャスターの上野恭介です。日々目まぐるしく動いている世の中で絶え間なく報道される様々なニュース、
今日もラジオやテレビで多くのニュースを耳にし目にしたことでしょう。ここでは毎回私上野が今気になっているトピックにフォーカスし、私なりの独自の見解であらゆるニュースを紐解いていきたいと思います。中には普段あまり報道されることのない得意なニュース、これといってためにならないどうでもいいニュース、他にもあくまでうちわのピンポイントすぎるニュースなども積極的に取り上げていきたいと思っております。そしてあらかじめお伝えしておきますが、あくまでキャスター上野の主観でお話しさせていただくのと、徹底的な取材を経て完璧な裏を取った内容ではないので、その旨ご了承ください。こんばんは、遠藤舞です。早速本日のコメンテーターをご紹介します。まずはキャスターの上野恭介さん。こんばんは。ゲストの坊主さん、お願いします。世界ではなくドリームハイツのビートたけしさん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いや今週も、はい、なんで笑ってるんですか、はい、いやいやいや、その呼び方いいですね世界ではなく分かりやすい、とつかのとかねさあ最近も本当にいろいろありましたが、はい、ねえ、今日はボーズさんも23時台まで残っていただけるということで、ずっといますからね。ボーズさんにも今週のニュースをぶった切っていっていただきたいと思いますが、私が気になったニュースはですね、元モームスの小川誠さんが芸能界を引退されることを表明されたというねことで、3月いっぱいで所属事務所を引退することを発表し、半年前から自ら申し出て事務所とお話し合いをこうされてね、まあ、引退に至るということなんですけれども、はい、ね、もう今後芸能活動を一切しないということですよね。普通の女の子に戻りますって。なるほど。どういう決心だったんですかね。なんかで結婚引退とか ね、 なんかね、そういうね、ずっと長く5年ぐらいお付き合いされてる、ね、彼がバンドの人がいる、ね、いらっしゃってということもあるで、そういえば私の後輩のボックスコーポレーションの後輩でもあり、アイドリングの後輩でもある子が引退するんですよ。へえ。っていうことでね。解散をもう前に。そうなんです。この時期と思ったんですけど。ね、丸ごとも何もそういうのはやらないってことですか。そういう活動をやめますみたいな。みたいですよ。突然のことだったんでびっくり。なんか不穏じゃないですか。いや、どうなんですか。いやいやいや、いやいやいや、なんてこと言うんですか。女の子がね、そういうなりたくていいんですよ。新しいことまたやりたいとかでね、前向きな感じでやめるのは、あくまでも本人的にはこう次のステップのためにやりたいことを見つけてっていうことなんで、なんてこと言うんですか。いやいや、なんかほら、でも確かにこういう業界長いと結局どっかで区切りをつけないと、前の事務所とのズルズルみたいのがどうやって切るかをね、一旦やめないと許してもらえないみたいな。そうですよ ね、 ありますよね。そうですよね。どれぐらいは活動していけないと か、 なんかそういうのがあるから、もうやめますって言わないとダメみたいなことがあるのかな。またひょっこり出てきたりとかね、ありますから、ね、寂しくない、寂しくない、また新しいことやっていただければ、はい、また出てこいよということでね、はい、はい、ではトピックに参りたいと思います。 News 23、予測できた結末。タレントのスザンヌさん28歳が元プロ野球投手の斉藤和美氏37歳との離婚を発表しました。最近スザンヌさんのブログに斉藤氏の姿が見えないなど、かねてから離婚の噂が出ていたところに飛び込んだ今回のニュース。今日一人で会見を開いたスザンヌさんは、夫婦には慣れたけど家族には慣れていなかったのかなと思いますと涙を見せ、離婚の原因とされている斉藤氏と上田桃子選手との不倫疑惑については、そうじゃないといいなと最後まで元夫を信じる様子を見せました。わずか3年3ヶ月で破局を迎えた2人、斉藤氏のブログには本当にクズですね、いやスザンヌがかわいそうというコメントも見られ、運営側は批判コメントの削除に追われているとのことです。いやあら、坊主さんいかがでしょうか。今時いや、うちの奥さんもこれショック受けてましたね。早いね、早いね、3年3ヶ月、ね、でお子さんもねいらっしゃる、ね、いらっしゃいますね。どこの子がで後ろでかかってる曲が、マリンさんの曲ですね。なるほど、な懐かしいラブビートっていう曲、はいはいはい、ラブビート、ね、ラブビートでかかってる、なんかねこれ皮肉な、いやでもだからね、こういうのほらそのね、ブログに映んなくなったみたいなことばっかりみんな言うじゃないですか。そういうのやめてあげてほしいね。もういいですね、いろいろあるんでしょうし、本当にね、見えてることがね、表面上に出てることが全てじゃないですからね。そうですね、まあ、ありますけれども、俺はスザンヌのこと好きだったんで、これは不安な結婚でしたよ。そうなんですか。事前に、なるほど、事前に、はい、もうちょっと見た方がいいんじゃないかみたいなことを言ってた時あったもんね。そうですね、
ざわついた時のね、ざわついた時の、そっとそっとまた野球選手かみたいなこと言ってた、ま、たどこか、なんですか、そっとスザンヌのポスターを外したりとかしたそうねねえ、まあスザンヌさんもね、またいつか幸せになってくれる、いや幸せなんじゃないですか、幸せになるため の、 いやでもなんか、そうそう、涙の会見ってさっき私もニュースで見たからね、まあそれこそね、そこでまた泣かないっていうのもほら女の子としてはさ、ね、よくないから演出とも言えるじゃないですか、いわゆるそれはね、いやいや、まあ、必要ですよね、そこで一つやっとかないと次はいけないのでね、しょうがないですよ、これからもね、またもっとイケメンで、もっとイケメンで、ね、もっとお金持ちの方といや巡り会えますよ、ね、私もお祈り申し上げます、ね、では続いてまいりましょう、ニュース23、予測できた結末パート2、俳優松方弘樹さんの娘で女優タレントの仁科ひとみさん、かねてから交際していた年商150億円を誇る実業家男性との間にめでたく赤ちゃんを授かったのですが、なんとその相手男性から子供の認知はするけど結婚はしないと非常な宣告が。この夏には産声を上げる仁科ひとみさんとのこの男性とこの男性の赤ちゃん、何よりもこの赤ちゃん、そして仁科さんが幸せになる道を選んでいただきたいですね。はい、これもちょっとびっくりしちゃいました、ね、先ほどね、Be Your Man という曲をかけさせていただきまして、はい、坊主さんを迎えして、ね、作らせてもらいましたけどもね、そんな日まさにもう伝えたいです、伝えたいこの男性に、でも分かんないのは、もっと引いた目で見ると150億円とか言われてる人が認めてくれた子供、その方が幸せなんじゃないかな、あ、うん、それに生まれたかっただそう無理に男になんなくてもね、もう全然それも男なんじゃないの、そっちの男だっ、そっちの方が俺らよりもっと男だみたいなね、こっちはもう ね言い訳のように金じゃねえとか言ってね、いや金だわみたいな気持ちでいけると思ってますね、うん、気持ちが大事ですよ、本当は両立しない、両方両方そういうことだっていう、うん、もう散々言ってきたのに、ね、なんでこのニュース2つぶつけてきたのかなっていう、ね、ああ残念だ残念だ、ね、まあ、残念なことがありますが、うん、頑張っていきましょう、はい、頑張っていきますでは続いてまいります、ニュース23、18禁のバカ発見機ついに発売。アップル社からいよいよ発売されるアップルウォッチですが、本物の18禁を使ったアップルウォッチエディションはなんとお値段最大200万円以上。しかし実際に使われている18禁の価値を元に換算すると実質は34万5千円の価値にしかならないことが分かり、その価格差およそ100万円以上。それでもあなたはアップルウォッチエディションを買えますか？ということで、この価格差を承知でこのアップルウォッチエディションを購入するのはもしや成金趣味のおバカさんだけというね、はいはいはい、ことですが、はいはいはい、まあ、これだから時計っていうものはそもそもそういうものだっていうことなんじゃないんですか、うん、時計ってほらすごい値段がね、そうそうそう、はい、して、あの、高きゃいいみたいな世界観あるじゃないですかでも実際にね、その使われてるのがそんなすごい値段なのかっていうとね、そういうことではないですよね、金だけで言ったらそういうことかもしれないけど、ね、なんか別に、ねね、時計としては結局それを持ってるってことが嬉しい人用だからね、うん、価格差っていうことではないですよ ね、 ね、そうそうそう、なんかこれは現実的なことばっか言ってるよね、だから、うん、だじゃあそれは34万5000円で売れよって言ってるのと変わんないみたいな、そんなこと言ったら世の中の大体の売ってるものはそうだよ、ね、利益ってもんがねえじゃねえかそんなのね、しょうがないよね、持ってるってことを表現したいんだからね、持ってる人がいたら、うおすげえってなりますからね、普通ね、それだけ見ちゃいますから、ね、あれ200万だって思っちゃうもんね、なっちゃいますから、200万取られるよ、こんなの持ってたらそうだ、ね、確かに危ない危ない、持ってんなって言って家に置いといた方がいいんですよ、うん、まあ、そういう危険をね持ってでもね買ってつける人がいるんですかねっていう、だからこういう人一緒だから150億円の人とかじゃないの、やっぱ、あ、そっか、新しいもの好きの人とかね、ね、でも時計屋のいいの好きな人の気持ちってわからないでしょ、あの上のとか、からない、あのでもすごい好きな人多いじゃん、何百万円とかさ、だいたい芸能人とかね、あれはまあだからそういうなんかあるんでしょうね、スイッチがね、あ、そうですね、ね、あそこに行っちゃう男のなんか、大体あるじゃん、趣味のコーナー行くと時計の方、あれ興味ないもんね、ですよ ね、 ね、壊れない方が良くないみたいな、 G-SHOCK 大好きみたいな、水抜いても大丈夫だし、そうそうそう、気にしないでつけたい、その方がいいね、なるほどね、庶民的なラジオでございます、ね、庶民、私も庶民派ですよ、です、はい、さあということで上野さんは、はい、今週気になったニュースは何かありましたか、はい、こんな中でも私上野が気になったニュースはこちら、
プロレスリングのは陥落。いやね、先週行われました、はい、プロレスリングノアのグレートボヤージ2015ですけど、うん、ね、あのノアという団体でこのラジオにもゲストで来ていただいた選手も多数いますけれども、うんうん、鈴木軍にベルト4つ奪われるというね。いやなんか僕あのちゃんと真顔で聞いてたけど、はい、一個も意味がわからないっていうあのそれが何なのかがわからないっていうね、ベルト GHC という面白いね、グレートナークラウンっていう、なんか僕逆に僕が NBA の話してんのってこういう感じなんだって思っちゃった。全くわからない、これかって思っちゃった。これベルト全部取られちゃったんですよ、うん、すごいダメだ、これはでも4つってかなり大変だ、もう全てのベルトが取られた、あ取られた、全ては大きいですね。なるほど、ね、だからこういうノアに関しては、うん、本当ね、あのネットで一時期流行ったワードとかあるんですけども、うん、あの俺の口からそれ言うことはできませんので、うん、あのね、曲にあの そこの部分をスザンヌに変えてる部分があるんですよ、うん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 、だからその曲をかけたいと思います。あ、なるほど、はい、本当はスザンヌの話したかったですよ、もっと、うんうん、けども先に出ちゃってたんで、うん、こうあのなるほどね、いろいろと、組み合わさった、うん、曲を聴いていただきたいと思います、はい、皆さんどこをどう変えてるかってことに、ね、スザンヌというワードで聴いてみてください。サイプレスとロベルト賞でセカンドアルバムから担当者不在。Dear customer, dear customer, 嘘も本当にカスタマイしたら何が何だかわからないけど、担当者不在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 。テレビの画面は文字だらけ、一体何見てるのかもわからねえ、あ、ここで笑えてこと、テロップが導くものこと、しらけるよ予定調は、誰がプロデューサーつか担当者、知ったところで何にもないけど、なぜか笑ってる俺がいる、スザンヌだけはガチ、あのケツが特に言い間違いなし、でも耳疑う噂話、大物司会に抱かれりゃ勝ち、うなことはない、でもあったらあったで、カメラの向こうは君もいる。You all know how to start, we go! 担当者不在、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 なんだろうねこら、 Yeah 最高、あれは熱いな、四角ランで汗だくのバッチや、声から叫んでる、ガズッガズッよっ、それは俺だ、今さら戻れないあの頃、柄にもなくやたら真心込めて歌った、応援歌には何をしたって勝てませんわ、それでもやっぱりなるかラッパー、子供騙して先に詐欺師になっか、見回しゃそんなのばっか、見けたは多いぜその煙幕、紛れもなく変なの紛れ込んでる、不良も真面目もなく、誰か退治してください、え、担当者不在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 、テレビの向こうのアイドルも大味ばっかなお笑いも、応援ばっかな音楽も、嫌いじゃないよ大好きだよ、ピカピカジャラジャラブリンブリンボー、3日で覚えたラッピンも、今さらどうでもいいけどよ、でも出せーのだけはできれば、一発100点狙いフルスイン、するためには軸足が肝心、爪が甘いとすぐにブレちゃう、丸バツじゃなく三角の回答、適当につけたマークし満点取れてもパクリ、いつか来るだろう泣く日、それって今日からわが身、担当者不在、さあお送りした曲は、サイプレスのロベンテーションでセカンドアルバムワンダーホイールから担当者不在でした。皆さん答え合わせできたかな。サイプレス上野と遠藤舞のベイドリーム
FM 横浜横浜リディアパートメント、水曜日はサイプレス上野と遠藤舞のベベベベドリームウィズビトタケシ、そして本日はゲストにスチャダラパーから坊主さんを迎えしてお送りしてきました。はい、最後までいました。ありがとうございます。そろそろちょっとお別れの時間になってしまいますので、うん、坊主さんから告知の方お願いいたします。告知あれかな、日比谷野音ですかね。日比谷野音ですね、はい、はい、日比谷野音4月11日ね、はい、横浜方面の人もね、電車乗ってくれば新橋で降りて乗り換えれば来やすいということでね、ぜひ華麗なるワンツーというスチャダラパーのライブ来てください。はい、4月11日の土曜日15時45分会場で4時半開演となっております。前売りが6000円で、ね、これ本当に多分時間的にも最高なものが、そうだね、いい時期だと思うんでね、ぜひ皆さん、季節も最高ですね。そうですね、酔っ払っていただいてね、酔っ払って夕日をね見ながらスチャダラパーのライブでも泣くっていう、ぜひ。いや素敵、まあ、それは上野だけかもしれない。俺と涼次君は大丈夫、はい、大丈夫、大丈夫、皆さん、はい、皆さん遊びに行きましょう。新橋からタクシーです。お願いします。はい、舞ちゃんありますか。はい、私は4月4日から11日まで新宿スペースゼロでミュージカル本君に出演させていただきますので、皆さんぜひぜひ見に来てください。頑張ってください。今稽古中ということで。はい、稽古中です。たけちゃん、はい、ステルスがローズレコードのモラハと、アナログを出すんですけども、4月26日に出す。426で、うん、予約はもう受け付けてるんですけど、うん、それでラップワゴンが行くっていうツアーを行きまして、はい、4月4日大阪、4月5日名古屋で、4月12日は上野くんたちも一緒で、うん、東京オーネストでやりますんで、よろしくお願いします。はい、そして俺サイプレス上野は、ドリームアンセムの、ミュージックビデオ、さっき8時から公開になりました。うん、そして4月18日のレコードステアデーでは HMV 渋谷限定でこの7インチが、出ますんで、ぜひ皆さんチェックしてください。はい、あと3月29日は、オッパーラでプレリリースパーティーやらせていただきます。そして坊主さんにも来ていただきます。はい、行く予定でございます。行く予定で行ってもらいます。はい、よろしくお願いします。サウエイト中江のね PV も来週公開かみたいな話もありますでね、皆さん、楽しみにしてください。さあ時間の許す限りヒップホップの嘘と本当を紹介していきたいと思います。ラジオネームタップ、デブラージと KW のビーフと同じぐらい世間を騒がした上野くんとドドのビーフはソープをおごって解決した噂は本当ですかということで、ね、なんかもう、ね、なんかね JG とナスとかと比べると小さい話だね。小さい話ですね、本当にね。ガシカシガシカシっていうねフレーズも流行りましたけど、うんうんうん、デブラージさんもねこういうこと言うと本気で怒られるから、もし誰ですから、うんうん、まあね、ソープね、おごって解決したことにしておきましょうか。まあこれはね、真相アルバム聴いてくれたら、はい、わかりますんで、タップには俺から勝つだこじくるんじゃないよっていうね。ラジオネーム、アンゲン、サイプレスさんを見て思ったんですが、ラッパーは地元愛が強いのですかということで。あ、まあこれはそうですね。なんかね、そもそもがね、ニューヨークのね、狭い地域でやってるものをね、みんな好きだったりとかしたからね、レペゼンどこどこっていうの好きですよね。地元を言うのやっぱ好きなんで、やっぱりね。それが好きすぎてこじらせたらこうなりましたっていう形なんでね。いいじゃないですか。そんな映像がね、詰まったドリームアンセムの MV がね、うん、公開されてますんで、ぜひ見てみてください。ノーエキストラって感じ。はい。本当ノーエキストラ。ノーエキストラ。ラジオネーム勝利の手羽先、あと20秒。ラッパーの人たちってエッチをしている時も「ヘイ気持ちいいぜ」とラップで合い声を出すって本当ですか。いつも指を立てていいからフィンガーテクニックものすごいですよね。どうですか滝さん。本当です。あ、そうですか、ありがとうございます。じゃあ坊さんありがとうございました。最後名前だけで行くんで見ててください。ゾロ勝つだ、スザンヌ・ボイル、ポンコツ、ユセ・ユートピア、カヨちゃん31歳、ゾロ、坊さんありがとうございます。